さあ、というわけでお疲れ様です。バーナートです。今回開封するのはこちらの3種類。ランダム開封っていうか、ちょっと統一感のあるね、2種のブラインドボックスを3ピース購入してきたので開封していきたいなと思っております。こちら良きのザ・モーメントのシリーズ、新しい良きの新作ですね。最近のシリーズの良きと、アズラ、名作アズラのナチュラルエレメンツのシリーズですね。こちらでございます。アズラ大人気ですよね。もうめちゃくちゃ人気で、なんかいつ見ても品薄なアズラさんなんですよね。本当にこのシリーズは人気の商品です。で、3つね、いい感じにこう幻想的でアーティスティックな、ブラインドっぽい、ブラインドトイなので、こちら今日はね3つ開封していきたいと思います。で、それぞれ、過去にね Vlog、 開封 Vlog をアップしているので、まだ見てない方はそちらを先にチェックしていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあね、良きのね2種から開けていきたいんですけども、この良きに関してはね、前回の良き、初めまして良きというね、初めて開封する良きの Vlog で、なんとですね、私一番狙いだったデリート良き当てちゃったんですよね。まさかの一発で一番欲しい子が出てくるというね、奇跡が起きました。他のキャラクターもね、めちゃくちゃ可愛く、そしてアーティスティックでございまして、このテレポート予期がめっちゃ欲しいんですよね。このテレポート予期とこのアイスバウンド予期ですね、この真っ青で、おそらくこれ全てクリアパーツのソフビみたいな感じだと思うんですけど、他も全部いいんですけどね。この真っ透明な子も面白いし、あと表紙のこのねキャンドルっぽい子もめっちゃいいんで、ちょっと2ピースね、今回はちょっとね楽な気持ちで、ワクワク開封っていう感じでいきたいと思います。本当ね、こういうねアートトイ寄りというか、アートなんだろう、こう幻想的でアーティスティック寄りのものに結構、私は弱いので、見かけるとついつい欲しくなっちゃうんですけども、じゃあね、開けていきたいと思います。被ることは多分ないかなと信じております。いきます。じゃあいきましょう。まず一つ目の良きザ・モーメンツ、せーの、じゃんじゃんじゃん。お、ちょっと待って、マジっすか。ちょっとマジか。これそうだよね、テレポートだよね。やば。ちょっと嘘。マジで、こんなことある？うわ、めっちゃクオリティ高い。うわ、これやば。音割れちゃってるかな、これ大丈夫かな、めっちゃ大声出しちゃった。やば。やば。こんなことがあるのか。これはさすがに怖い、さすがに怖いって。デリート予期の次に狙っていたテレポート予期が出ちゃいました。ちょっとこれ僕、予期の神が微笑んでますね。いや、ちょっと待って、すごい、これ見てください、これやばすぎる。あ、でね、デリート予期はちょっとね、全体ソフビ形状でね、軽い感じだったんですけど、重みあります。いや、ちょっと後ろも見てください、これ消えゆく予期。いや、ほんとデリート予期といい対比ですよね、これ。うわー、すごいクオリティ、これ。ちょっとこれはやばい。いやー、しかも色味もまたね、ほんとグラデーションがカオティックに混沌としてて、もうアートだ。本当にこっちに向かってこう消えていく感じ出てますよね。シュワーッとこうテレポートしていく容器。これ、いや、ちょっとさすがに怖いわ。こんなめっちゃ嬉しいけどびっくりでしたね。出した瞬間に分かったんで、これほんと素材めっちゃいいなぁ。いや、ほんとすいません、なんか興奮しっぱなしで、ちょっと落ち着きます。はい。じゃーん、テレポート容器、こんなことあるんだなぁ。さあこうなると、ちょっと狙ってた大本命2種がまさかの出てしまうというね。あとはアイスバウンド予期、この真っ青な子か、この
ピンクと青のなんか一番このぶっ飛んだ子ですよね。ちょっと。いやまあ、真っ青だったらね、アイスバウンドって一目でわかるんで、嬉しいんですけど。いきます。せーの。じゃん、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 じゃん。あまあ、ちょっと待って。おい。いや、まあ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 、いいけど。いいけど。ちょっと。なんだこれ、本当に。ちょっと、予期の、なんつっか。はい、というわけで、ダブりましたね。こちらに関しては、前回の1ピース目の購入とダブりました。デリート予期でしたね。はい、ちょっとこれはじゃあ一回大事にしまっておきましょう。開封済みでよければトレードお待ちしております。ああ、ちょっと綺麗な状態でね、じゃあちょっとぐるっと、まあ、前回の Vlog から引用したりして、ね、動画こちらに載せておきます。さあ、そしてこちらですね、最後にアズラナチュラルエレメンツ、こちらが4ピース目の開封ですね。あ、違う、4ピース目か。4ピース目の開封ですね。4つ目、私が所有しているアズラナチュラルエレメンツはスノー、デザート、ウィンドですね。風と土と雪の子を持っております。で、私バナード、かねてから、当初から一番欲しい子がいまして、ファイヤーですね。ファイヤーのこのめちゃくちゃなオレンジどぎつい子が欲しいというのが一つあります。こちらを今回は狙っていこうと思います。そしてこちら、もちろんね、新しく購入したものなのでダブル可能性は大いにあります。怖いですねまあ、出した瞬間オレンジが出たらバーナード大勝利でございます。で、このちょっとね、時点でこのプラントっていうこの緑の子もめっちゃ可愛いんで、これも狙いでいこうかなと思います。プラントファイヤーですね。もう出した瞬間色でわかるキャラクターですね。じゃあ行きたいと思います。ちょっとね、予期が片方ダブっちゃったんで、ダブりだけは回避したいところでございますね。さあ、じゃあ行きたいと思います。よいしょ。さあ、どんな子が来てくれるんでしょうかね。行きたいと思います。せーの。お、あ、あー、ダブったちょっとというわけで、これもですね、ちょっとあの付属品は開封せずにあのですね、こちらウィンドですね、風の子が、ダブってしまいましたね。ちょっと残念ながら、ジャンとこんな感じですね。今回ちょっとあれだな、なんとも全部リアクション、なんとも言えない感じになったな。テレポート予期の引きが強すぎた結果ですね、あとの2つは完全にダブってしまいました。こちらも、もし欲しい方いたらトレード、開封済みでもいいので、開封済みでよければトレードお待ちしております。まあ、でもこれウィンドね、この子もね、めっちゃ可愛いんでね、ぜひ前回のアズラの開封の動画をぜひぜひ見ていただきたいですね。この子ね、まあ、本当このシリーズ、いや本当違うやつ見たかったなめちゃくちゃ可愛い神シリーズなんで、ちょっと他のキャラも見たいところでしたけども、まあね、よく考えたらバナード Vlog でね、開封してきて、あのかぶりダブったのは多分少ない方な気がします、はい、今まで。まあ、ただね、同じタイミングで購入した3ピースの実2ピースがダブりっていうのはね、ちょっと心が折られそうになりますが、今回はね、もうテレポート予期が来てくれたんで、もういいでしょう。でもね、こんな感じで、まあ、ちょっと中の袋からは開けちゃったんですけどね、開封じゃないや、トレードしても OK ですよって方いたら、ぜひぜひ、ツイッターとかの方で教えてください。コメントでもいいんで、都内でしたらね、どこでも飛んでいきますんで、もしよかったら、メッセージください。はい。さあ、というわけで、今回は3ピースランダム開封なんですが、ちょっといろいろまさかの展開が巻き起こった開封の一日となりました。ご視聴ありがとうございます。当チャンネルバーナード Vlog ではこういったデザインといいアートといいの開封
動画を中心に私が可愛いポップカルチャーを探求していく Vlog でございます。まあちょっとビデオブログってね、動画の日記みたいな感じで結構短いスパンでポンポン動画出してるので、よくもし動画の感じ気に入っていただけたらまた遊びに来ていただけると嬉しいです。まあ動画の評価、高評価、低評価、ちょっと待って、これ今回ちょっと低評価がなんか低評価つきそうな気がして怖いんですけど、いろいろ開封していくので引き続きVlog をよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はね、ちょっと1ピースのみ新しいこのお迎えっていうか形になっちゃったんですけど、ポップマート Vlog ですね、バーナードがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。